三重県は今日新たに六百五十二人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。また、これまでに感染していた二人が死亡しています。死亡した六十代の男性と八十代の女性は。それぞれ県内の医療機関に入院していて。昨日までに死亡が確認されました。三重県によりますと。 二人にはそれぞれ基礎疾患があり、新型コロナが死亡の原因ではないと見ています。また今日は新たに四日市市で136人、津市で107人、鈴鹿市で99人、松阪市で80人、伊賀市で42人など合わせて652人の感染が発表されています。今日時点の病床使用率は。 42.7%重症者は前の日から1人増えて8人となり自宅療養者は前の日から54人減って4653人となっていますまた三重県は今日、今月6日に期限を迎えるまん延防止等重点措置について政府に対して6日での解除を要請しました きのう一日時は、措置解除後の対応について、県独自で県をまたぐ移動の自粛を要請するほか、マスク会食の徹底や、ワクチンの積極的な接種などを呼びかけるとし、飲食店への営業時間短縮要請については、現時点で飲食店由来の感染者が非常に少ないことから、実施しない考えを明らかにしています。 三重県は政府の決定を待ってあす県の対策会議を開いて解除後の要請を正式に決める予定です。